こんにちは。モータージャーナリストの森口雅之です。今日はトヨタのランドクルーザー70番を紹介したいと思います。ランドクルーザーはトヨタで最も長い歴史を持つ車で、最初に出たのが1951年、最初はトヨタジープという名前だったんですが、少し後にランドクルーザーという名前になって現在に至っています。この70シリーズっていうのは当初のトヨタジープの時代からの直径の最新型で、それまでは20系、40系、そして今回の70系になってちょうど30周年ということで、今回はその30周年を記念して1年間の限定で日本にも導入されたと、そういうモデルになります。でランドクルーザーは他にもあります。日本で売っているもので、ステーションワゴンとしてオフロードも走れる、長距離移動を目的とした車が今の200系、それから主にオンロードも重視して街中も快適に走れるような車ということでプラドが存在しています。じゃあ70はどうかというと、これはもう本流のヘビーデューティーの 4WD と、その長い歴史の中で、まあ、ライバル車もいっぱいいたわけなんですけども、やっぱりランクルの信頼性とか耐久性とか、その辺がやっぱり他の車と比べても並外れて優れてたと。30年経った今現在が生産台数でいうとデビュー当初よりも多いらしいんですね。それだけやっぱり多くのライバルの中でランクルじゃなければという、そういうユーザーが世界中にいっぱいいて、で今も親しまれていると。でそのスペックのまま今回日本に導入されたというのがこの車です。エクステリアデザインは10年前と比べると、まずこの顔が変わったことに気づいた方もいるかと思います。でこの顔の変化っていうのは、単なるマイナーチェンジではなくって、ランクルらしくちゃんと機能的な理由から変更したものです。というのはですね、昔は直列の6気筒エンジンを積んでたんですね。ですからボンネットもトレッドも狭くてもう良かったところが、他の外国でその直列6気筒のディーゼルエンジンが排ガスに通らなくなったと。そこで、V8 のディーゼルに、積み替えたんです。その時にこのまんまのボンネットとあとフレームでは V8 が収まらないということで、実はこの下に入っているラダーフレームもちょっと広げています。それに合わせて当然エンジンルームも幅を広げて、でその結果やっぱり顔を変えなきゃいけないということで、この顔が新しくデザインされて導入されたと。ちゃんと機能的な理由があってのマイナーチェンジっていうところはすごいランクルらしいなと思います。復活したランクル70のエンジンは4リッターの V 型6気筒のガソリンエンジンです。最高出力は231馬力、最大トルクは 36.7kgm です。ミッションは5速のマニュアル、これはマニュアルしか今ランクルの70にはないので、それをそのまま日本でも導入をしています。このオイルフィルター、ここにあるんですよ。普通床下にあるんですけども、こういうところにあるということは、やはりある程度の水たまりも通った時に支障がないようにと、ヘビーデューティーな対応をしたエンジンではないかと思います。運転席周りはまずインパネが10年前とは全く違います。エアバッグの装着、昔はついてなかったんですけども、やはり現在の車でいうとつけなければいけないということで、装着のためにインパネそのものを変更したと。その一方でメーターはアナログ式ですし、エアコンのスイッチはすごい触りやすいレバー式、室内灯は白熱灯など、ランクルは新興国のかなりヘビーデューティーな場所に行きますから、そういう時に壊れても簡単に交換できるように、こういう信頼性の高い機構を継続して使っているわけです。 4WD のシステムはパートタイム式、30年間変わらない方式を使っています。切り替えはこのシフトレバーの根元にあるトランスファーレバー、今2輪駆動に入っているんですけども、これをレバーを1段引くと4輪駆動で、さらに下へ下げると4輪駆動のローレンジ、ギアが低くなってかなり坂道や荒れ地でもトルクを出して走ることができるという3モードのトランスファーになっています。後席はこの通り、僕身長170センチですけれども、十分なスペースがあって、座り心地もなかなか快適です。このシートは一体式で折りたたみが可能です。折りたたみ方、まず背もたれを前に倒して、その後全体を前に起こす、そういう方式の畳み方で、それによって床がすごい低く使えるし、
後ろの荷室からのフラットな床で、実用性をやっぱり考えた上での折りたたみ方かなという気がしています。それでは走り出してみましょう。